クアンタム・オブ・ザ・シーズはロイヤル・カリビアン・インターナショナルが運行するクルーズ客船。2014年11月に就航、諸女公開となるニューヨーク発着のカリブ海クルーズを2014年11月から2015年4月にかけて実施した。2015年5月から約1ヶ月半かけてアジアクルーズの母港となる上海宝山国際クルーズターミナルへの ポジショニングクルーズを行い、2015年6月から、上海を母校として、アジアクルーズに就航している。日本初帰構は、上海発着の4泊5日のクルーズで、2015年6月27日に、博多港に帰港した。中華人民共和国中福岡総領事館、国土交通省、福岡市などの関係者が出席して、歓迎式典が開催された。 2015年7月2日には、堺港へ初寄港した。上海発着の5泊6日のクルーズで、中東呼吸器症候群の感染拡大の影響で、富山から寄港地を変更した。また、2015年7月19日には、長崎港に寄港した。また、8月15日には、広島港5日一岸壁に寄港した。2018年4月20日には、 山口県下関市の下関港に初寄港した。スペクトラム・オブ・ザ・シーズの上海配置に伴い、2019年下半期に母港をシンガポールに移す予定。ありがとうございます。